はい、劇団一撃屋です。今年のサントシツアー2018はですね、一人用にこちら菜園でお届けしております。東京が7月の12日から17日、愛知が28日、29日、7月です両方。こちらまだまだチケットございますので、ぜひぜひ、大阪公演見ていただいた方もですね、東京愛知で会場が変わってサイズも変わるので、演出であったりとか盾も、割と変わるかもしれません。なので何回見ていただいても楽しんでいただけると思いますし、大阪公演見て楽しかったという方はぜひ、宣伝をですね、ご協力よろしくお願いいたします。見どころ、見どころいますか。見どころ、そうですね、これ再演の舞台になるんですけど、2016年にやった主演が2016年なんですけど、その時に大多数のお客様が涙した、だいぶ感動的な話となっております。ストーリーがだいぶ深めに繊細に作られている話となっているのと、もちろんアクションも芝居の中でしっかり見せて、単純にアクションの派手さとかでも見せているという作品になっておりますので、ぜひ見に来てください。ワードレス縦芝居をですね、東京愛知初めて持っていきます。ワードレスというのは、言葉を一切使わずに、縦芝居で物語を紡いでいるんですけれども、こちら一人の、死なない鬼のお話でございまして、赤ん坊、とある赤ん坊とですね、女の子なんですけども、その赤ん坊と、永遠に、死なない生きていく鬼の50年間一緒にこう共有して生きていったお話なんですが、そのね、人はやっぱり限りある命の中で、そのね、鬼は死なないわけですから、ずっともう人間よりも何十年何百年何万年ってこう生きてるんですけども、そのたった50年の鬼にとってはたった短い50年のお話なんですが、その、ね、赤ん坊から要は見とるところまで一緒に過ごしていく中で、その永遠に生きていく鬼は一体その二人の時間が終わるときに何を思うのかという、そんなお話になっております。ぜひ見に来てほしいです。よろしくお願いします。